皆さんこんにちは、ケイスタンダードスタイルのケイです。今日は IB スタイルの50年代からの変遷について語りたいと思います。ラペル幅とネクタイ幅、それを中心に今日は語りたいと思います。よろしくお願いいたします。僕が今日着ているスタイルはほぼ、60年代後半から75年ラルフ・ローレンが革命を起こすまで、ニュートラッドとして革命を起こすまでぐらいのスタンダードなスタイルになりますね。いわゆる IB スタイルの基本になりますかね。三つボタン段返り、ボタンダウンに、この当時の7センチくらいの水玉のネクタイですね。ということで話していきたいと思います。50年代からになりますけど、当時このようにスリムタイが流行りました。このような細いネクタイですね。それでカラーピンをして演出したという形になりますね。アペル幅も当然それに合わせて細かったです。当時はまだ相関関係がありましたね。4センチからぐらいでしょうから、まあ5センチくらいまでの、スリムタイ、それが50年代のトレンドファッションでしたね。ですからこういった渋い柄ではなくて、もっと50年代っぽい派手な柄になります。60年代後半になりますと、日本ではバンジャケットが台頭してきます。それで IB ルックの一大ムーブメントが起きるという形になりますね。僕もその中の一人でした。その時最も、流行ったのがこの黒のニットタイです。僕は今でもこのニットタイになるわけですけども、これがアイコンでしたね。黒ニットタイ、鹿の子織の、これは5センチ幅です。ですからまあ5センチとは限りませんけど、これを前後にした幅のものが60年代のスタイルということになりますね。海外では J プレス、ブルックスブラザーズ、日本ではバンジャケット、そういった時代になりますね。おおむねこういったスタイルになります。ラルフ・ローレンがデビューします、60年代後半に。で70年代前半まで動くスタイルが、実はこんなに太いネクタイになります。最終的には12センチぐらいまでいくんじゃないでしょうか。ですから革命っていうのはこういうもんですよね。一気にこれだけになっていくと、この差は大きいですよね。当然、襟幅もボールドで10センチ幅のものがなり、もっと太くなって、3つボタンではちょっと無理なので、2つボタンになります。でワイシャツもガントのように大きな襟になります。当然面積が大きくなりますから、柄も派手な柄になってきますよね。70年代後半のニュートラスタイルになってきます。これで約11センチぐらいですよね。ですからこんなに太いネクタイをしてたわけです、40年ほど前に。で僕もこれにチビなのにこれに近いネクタイをしたのは事実です。時代がそうさせましたね。やはりトラッドはやはりトラッドです。ですからその当時の、ファッションとかにそれほど、興味のない人の幅がこのぐらいですね。約、7センチから8センチぐらいで、一般の方も太くはなってきてるわけです。5センチぐらいから6センチ7センチと太くなってきてますけど、そこでもっていきなり10センチに持っていったというラルフ・ローレンの凄さですよね。もう一つの特徴は、ノットをそれほどは大きくできないので、L、一般に言うボトムスタイルですね。L、ワインボトルのように、ここからこう、ふっくらと、グラマーな感じに仕上げていくと。ボトムスタイルっていうのはこういうスタイルですね。これはもっと、80年代に入りまして、アルマーニとかはもっと極端になってきます。で、アメリカの影響を受けて。ノットはキュッとちっちゃいんですけど、ここから一気に太くなるという、アンダーノットから太くなるという、そういうスタイルになってきます。
80年代半にアルマーニが全盛化します。 IB スタイルではないですけど、もう席巻しますね。 IB スタイルにも影響を与えるという感じで、トラッドの、IB の方は、プレピールックとなります。このくらい8センチから 8.5 くらいの幅で落ち着きますね。で、日本では DC ブームになるということですね。90年代に入りビスポークスタイルが降臨してきました。それまでは一部の上流階級のものであったセビルローのスタイルですね。これがもちろん高いことは高いんですけど、一般の我々もある程度それを犠牲にすれば手に入れることができる、足を踏み入れることができるようになったということですね。そういった中で僕が注目していたデザイナーリチャード・ジェームスもセビルローに店を作るという決断に入りました。ですからビスポークの時代ということになりますね。その後その流れが受け継ぎ、クラシコ、イタリアのクラシコという、ファクトリーメーカー、例えばアルマーニの下請けブランドであったところが自社ブランドでやるようになるとか、そういう形になりますね。有名なところではゼニアとかキトンとか他にもいっぱいありますよね。そういったいわゆる工場ブランドが今度はブランドとして認められるようになってきたというのが2000年代からですかね。今では最大の勢力となってます。当然ビスポークですから、クラシックも含めまして体にフィットするボディフィッティングが基本となります。ですからタイトな服という感じですね。ただ、バイオーダーですからタイトとはいえ動きやすいというそういったことを考えて作られてます。ですからアメリカの IB 時代であるユニバーサルな吊るしではなくて丸みを帯びた体にフィットした服、そういった時代になりますね。ですからスリムフィット時代という感じですね。そしてネクタイも、手作り感満載の手巻きだけではなくて、手巻きというのはこのようにラブローレンが70年代始めた手で巻く、裏地を手で巻いてるわけですね。それまではミシン巻きであったものが手で巻くようになったわけです。それだけに限らずセッテピエゲとかいろんな技術、イタリアらしい技術を持ってネクタイに新しいスタイルを持ち出します。これが、60年代のマシンメイドの三つ巻きというやつですね。で、これがラルフ・ローレンがやった手巻きとなります。ですからこちらの方が当然手間がかかるしリッチだったわけです。ミシンじゃないですから。ところが世の中というのは皮肉なことで今度はこれを縫うミシンがなくなってきたわけです。現状においては50年経ってますから。そうすると今度は一番チープだったこれが高級なものに今現状なっているということで、不思議なものですね。50年かかると変わるもんだということです。こちらの方がよりファッショナブルになってきているという形になります。シェイプでもボトムシェイプではなくてこれは逆タワーシェイプになりますね。裾が広くてここが狭い、40年代50年代まだシルクがお高くて生地代がバカにならなかった頃、こうやってコストを下げたわけです。なおかつネクタイも短くしたりしてコストを下げたわけです。それを2000年代入りラルフ・ローレンがもう一度発表した時は超高いものになったということですね。タワーシェイプになりますね。こうやって時代が変わると当時高級だったものが安くなり、逆に廃れてたものが今度は高級感として戻ってくるというのがファッションの、もうファッションだけに限らないですけど不思議なところですよね。2000年代に入りバックトゥアイビー、アイビールックが復活したことです。これはクラシコにも影響を与えています。で、それで一番台頭したのがトム・ブラウンですね。メンクラのミユキ族のスタイルをそのままアイディアとしていただき、自分でデザイナーとして昇華していったわけですね。スリムフィットの究極のスタイルになります。すごくタイトで窮屈なスタイルですね。
僕らが20代の頃、前半の頃はそういった窮屈な服を着て楽しんでたものです。去年あたりから今度はもっとゆったりした服を着ようと、オーバーサイズな感じに、ゆったり感が大事になってきたということですね。やっぱりこれもやっぱりアメリカンスタイルの復活じゃないかと思うんですけど、いわゆるボディフィットではなくてゆったりした服ですと、特に体になじますとかいう必要は薄れますね。スリムフィットよりはもちろん大事なことではあるんですけど、その点サイズ感が大きいと吊るしでも十分 OK になるわけです。やっぱりアメリカの時代が来てんじゃないかと、そういう意味では思うんですよね。そうですね、トム・ブラウンから行くと2サイズは大きい服になってきてると思います。ですから2年ほど前に起きたこのビッグシルエットの動きは、今年来年とさらに広く動いていくように思いますね。こういったオーバーサイズの動きはスーツだけではなくて、ネクタイ、パンツの幅、シルエット、当然靴のデザインにまで及んでくると思います。ですからゆったりとした40年代風ではないですけど、アメリカン感覚のゆったりした服の感じ、その辺を勉強し直してこれから自分のものにしていければというふうに思っています。まあ、僕の手持ちのネクタイだけで説明するのでちょっと物足んないかもしれませんけど、スリムフィットの時代、フィフティーズですね。そしてその後その精神を受け継いだアイビーの時代、日本のアイビールックの時代で、そこからいきなりラルフ・ローレンが飛んできて、ニュートラの時代、で、まあ、真ん中というとおかしいですけど、現在の約8センチくらいの現在のスタイル、まあ、このようにいろいろ動いてきます。まあ、ご自分の好きな幅、僕は例えばどんな時代でもこのぐらいの幅が好きだよという人がいると思います。自分もそういう中の一人かもしれませんけどね、約7センチから8センチまで、7センチぐらいの間ですね。で、ニット点が好きだと、細身のニット点が好きだと、それはそれでいいと思うんですね。それはスタイルになりますから、自分の流行とは違いまして。ただ、サイズ感は変わってきますので、これからは昔タンスに寝てた30年ほど前の服があれば、ちょっと大きいなと思ってた服があれば、ぴったし今から合うんじゃないでしょうか。皆さん、タンス掃除をしていただいて、引っ張り出してもらえればいいかと思います。今日は簡単ですけど、時代の変遷をネクタイ幅を中心に話させていただきました。ありがとうございました。